どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今回のテーマソングはドン September 竹内まりやさんのこの9月という曲、まさに今9月一番最終日になっちゃってギリギリセーフという感じなんですけど、はい、これですね、1979年のもう竹内まりやさんのもう名曲、この小さいウクレレでやってみましょう。さあ皆さん音楽始めよう。音楽って聞くの最高だけどやる方がもっと楽しいんですよ。今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけでこのウクレレでどんどん弾き語りができるようになります。もう楽器触ったこともない人でももうどんどん音楽ができるというプログラムがあるんですよ。そのプログラムを見て今全世界中の方がウクレレでガズレレで音楽始めてます。もうちょっと下ここリンクあります。このリンク先の上に行ってもらって上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけです。これ YouTube ですのでいつでもどこでもスマホでも見られて無料ですからね。ひとまずやってみましょう。はい、ここですよ。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画1400曲ぐらいもアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアンソング、アニメソング、映画の曲、世の中にある曲をウクレレでなるべく簡単にできるようにアレンジしてほぼ毎日アップロードしております。これから皆さん音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それでは早速やってみましょう。竹内まりやさんの September ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。 1,2,3,4ねえ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 。マリアさんのセプテンバーガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。この女子のね、この気持ちですね、恋心がもう歌われておるんですけど、はい、いかがだったでしょうか。今のはガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでございます。聞いていただいて分かったと思うんですけど、フルでやりたい方はですね、ご自身でね、このフルコーラス、1番とコード進行一緒ですので、2番のコードと歌詞を書き足して楽譜書いてください。そして今やったシンプル簡単バージョン、動画と一緒に合わせてできたよという方もやっぱり紙に書いてご自身だけで演奏してみるのをお勧めします。その時の参考になるように、今いつもね、このガズってこのノートを見ながら、これガズの手書きですけど、これを見ながら歌ってるんですけど、このね、
ノートを皆さんにシェアしようと思って写してるんですけど、今このガズクラブというサービス始まっております。このガズクラブというのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今のこのセプテンバーを含むガズレレが今まで取り上げてきたもう膨大なものすごく数の曲の中から、毎月5曲皆さんのお好みの曲を選んで、お手元にノート楽譜が5曲ダウンロードできるという画期的なサービスで、今もう500名以上の方がもうご活用いただいて、もうね相当活性化しております。そしてですね、このガズクラブに入ってもらうと、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回行われているガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信というのが、これがめちゃくちゃ盛り上がるんです。10月4日次回は昭和の夏メロコーナー、若い人でも歌える、今もコマーシャルとか流れているそういう曲をまとめてやっちゃおうぜということで、もう世界中から参加してくれるものすごいイベントになってますからね。皆さんもぜひそこでガズクラブ入ってもらえると参加できます。あとはですね、毎朝7時にガズがね、ガズラジと称してラジオ放送、またいい話ばっかりして、まあセッションとかもやりながらなんですけど、朝ね豊かな時間を過ごしております。そして SNS 非公開の SNS の中ではガズがどんな質問にも答えたり、いろんなテーマを持ってディスカッションしたり、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所が2カ所ぐらいあったりと、なかなかクラブ活動盛り上がってますので、チェックしておいてください。それでは見てみましょう。はい、このイントロなんですけど、ここねちょっとこれワンマス、ちょっとね歌詞がないんでちっちゃい表記になってますけど、ここ見てフレーズって書いてある。これフレーズね、かっこいいバージョンで弾いていきますからね。はい、でこっから歌が始まるんですけど、はい、こんな感じでさっと映しますね。これはですね、竹内まりやさんの歌をすごく聴いてる方にとっては、もういつもの歌で歌えると思うんですけど、初めて歌う方は結構ね、僕もそうだったんですけど、タイミングとしてはですね、やっぱり竹内まりやさんならではのタイミングというか、言葉のタイミングとメロディーがね、ありますので、ちょっとこれ練習が必要かなと思いますけど、はい。コードはですね、こんな感じでシンプルコードになっております。はい。はい。じゃあここがサビですね。これがね、印象的なんですよね。セプテンバーと思わずこれ9月になって歌っちゃうと思ったら、もう明日から10月ですいませんって感じなんですけど、こんな感じです。そしてここちょっとくるっと囲ってるんですけど、これコードね、下にくるっと囲ってるコードは後半やるかっこいいバージョンで、ここにもちょっと変わってますけどね、出てきますんで、そこら辺は、差がつきますということでございます。はい、そして今やったシンプル簡単バージョンは、ここまでやってイントロやって、またサビやってて終わったんですけど、後半かっこいいバージョンはなんとこのブリッジパートも付け加えます。借りていたディクショナリー、ここ可愛らしいんですよね。ここちょっとね、コードもちょっと今までと違う流れで出てきますね。後で解説していきますということです。じゃあ、コードの解説をしてまいりましょう。ね、赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンです。今やったこれ、シンプル簡単バージョン、こんだけ出てくるんですよ。それでもこれね、よーく見てください。言ってきますよ。 CAmFDmD7G7E7Em7A7C7、 この10個なんですけど、これはね、いつもご紹介してるガズレレ必須コード、全員集合、フルコーラス、オンパレード、オールスターズ全員集合でございます。はい、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは、ウクレレで音楽始めたいなと思った方に、一番最初に覚えてもらいたいウクレレの入門簡単コードのグループです。必須ですからね。これ覚えておいてくれたら間違いないですっていう最初の10個のコード。これ今日全部出てくるんですよ。でも10個もあるのか大変そうだなと思うでしょ。安心してください。これも1個のコード、これも1個のコード、これも1個のコード。指1本で押さえられるコードもいっぱいあるし、1個ずつ見たらどれも簡単なんですよ。だって入門コードですかね。だけど10個いっぺんに覚えようと思うとね、なかなかね、ごちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすい動画、解説してます。ここに貼っておきます。この動画見たら10個スイスイ覚えられちゃうんでね。もうこれはね、もう本当にね、夢のようなコードなんで、ぜひ覚えておきましょう。今日ちょうど10個出てくるんでね、覚えちゃいましょう。じゃあここからかっこいいバージョンの解説にどんどん入ってまいりましょう。かっこいいバージョンはですね、これね、皆さん聞いてもらうと分かるんですけど、めちゃくちゃファンキーなんですよ。これこの曲、あ、その前にコードの解説だ。コードの解説、そうです、それを言ってなかったね。はい、どんどんいきます。Gm7 というコード出てきます。かっこいいバージョンで、はい、ブリッジパートですね、主にね。こことここ、いつも出てくるって、よく出てくるんですけどね、ここ1フレットで1弦2フと、こういう風に押さえるね、このぐらい反るのがポイントですね。そしてちょいとこう立てる、こんな感じがいいんですけど、ここが反らないという方がいるんで、そういう方はまあこういう風に押さえてみたり、こういう風に押さえてもちょっと工夫してみるのがいいかなと思います。この Gm7 使ってまいりましょう。はい、次、これがですね、ちょっと珍しいコード、これ Em7-5。 これね、簡単なんで、これ初心者の方でも抑えられると思うけど、これね、文字見るだけびっくりしちゃうんで、ひとまずこれやってみました。シンプル簡単バージョンできた人、このコードの方がもうよりかっこいいんで、サビで出てきます。押さえる場所はこの C7 のとこと、この3弦の2フレット、ここですね。要は F の形のまま1段下げたというイメージですね。響きがこれサビでね、かっこいいですよ、この響きが。Em7-5、 これ押さえるの簡単なんで、これできると思います。はい、そして次はですね、いつも出てくるこの定番の初心者さん難しいコード、Fm。
F マイナーというのを押さえる場所、こことこことここ、こんな感じで押さえるのが教科書通りですが、こんな感じでね、私の場合、ガズの場合はこの部分を親指で押さえちゃいます。これどちらでも楽ちんだなと思う方でいいと思いますよ。親指で押さえるときは手首上、人差し指で押さえるときは下みたいな感じでちょっと使い分けて F マイナー入れていきます。はい、で、まあ、さっきの話に戻りますけど、この曲はですね、もうね、リズムがね、かっちょいいんですよ。ものすごいね、ファンクなんです。ファンキーミュージックなんですよ。 C で弾いてみると、これね、このね、これね、79年の曲だっていうんで、1979年に作られた曲。この時代ってこういうね、このこういうグルーブ、R&B っていうか、ファンクというかね、そのグルーブの曲が多いんですけど、まさにその感じなんですけど、これ難しいんですよ。つまり16ビートのチャ、しかもシャッフルで跳ねてるリズムで、しかもちょっとカッティングが入るとよりいいんですけど、まぁ、ちょっと、あのね、さすがにそれ難しいんで、まぁ、雰囲気ですね。こんな感じでノリノリで行ってみたいと思います。はい、一応ですね、16ビートのチャ、はい、この弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャというリズム解説してるんですけど、今回よりシャッフルでゆっくりなんですよね。曲のテンポもゆっくりだし、跳ねてるんで、もう腰にぐんぐん来る感じっていうのは本当にもう最高峰の難しさでございますんで、まずですね、これはやっぱり修行が必要だと思います。で、いつも言ってることなんですけど、この右手でこういう風にやるのストロークっていうんですけど、これの基本は8ビートというリズムなんで、もしこういうの初めてでやったことないという方は、8ビート、16ビート、16ビートじゃあ、このような流れで、さっきのリズムいろいろのところに飛んでもらうと、そういう順番になってますんでね、取り組んでみてください。ゆったりした、ちょっと跳ねてる、ファンキーな16ビートのチャでやってみましょう。そして曲の中ではね、キメがちょこちょこ出てきます。印象的なキメからやっていこうかなと思うんですけど、あ、止まるとかね、そういうのはテロップに書いておくんで、ピッとこう止まったりなんかしていただいて、サビに行く前のところがすごく印象的です。ちょっとやってみましょう。それではね、サビの一個前のバースのとこから、年上の人に会う約束としてたらてててて、今のシールとこ、ただったったった、ここ難しいですよ。 C で右手にご注目、ただつたつたつたら、セッテンバー止まる、最後ね、もう読んで字のごとくなんですけど、ただつたつたつただ、俺チャをいっぱい入れるって考えると楽かもしれない。はい、ただつたたただセッテンバー止まってセプテンバーに入る。ここがまずね、あのかっこいい決めの代表的な部分でございます。そしてサビに入った後に細かいところなんですけど、ちょっとやってみますね。セプテンバー、そしてあなたはセプテンバー、ここが Em7/5、 秋に変わった夏の日差しが止まらないように心に影が差した。今のところダースクダガツダツクダセプテンバー、ここは細かいところなんですけど、ちょっとね、キメが入るんですよ。G7 で、ダンズクダガズカツクターンみたいな感じで取り入れてみました。ちょっと細かいニュアンスのところなんで、まずひとまずはね、普通に16ビートでさーっといっちゃっていいと思うんですけど、竹内まりやさんの曲を聴いてもらうと、あ、ここかっていうところがね、なんとなくここ弾きたいなと思ったんで、ちょっとやってみたということなんですけど、はい。そして今日ね、一番のポイントになるのが、イントロなんですよ。ちょっとね、やってみます。いいですか？ 1,2,3,4。かっこいいでしょ。これをやりたい。これはですね、まず見てください。 C と Am、 C と Am なんですけど、 C の時は1弦の 3-3-2-3-2-3、 ここでカッティングです。はい、ダダダダチャを入れるのがいいかな。チャ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 ンチャ 3-3-2-3-2-3、 こんな感じで。 Am の時は Am を上押さえっぱなしにして、二弦だけ注目しといてください。全部弾くんですけど。はい。二弦の0003030。右手は同じです。だだ、要は、一弦の開放弦の、一弦の00、二弦の3、一弦の0、さ、こんなイメージです。はい。そうすると、でも、二弦の3フレットを押したり離したりするだけでそう感じるんですよね。こんな感じ。最初からやってみると、C の時は1弦の 3-3-2-3-2-3。Am の時は2弦の 0-0-3-0-3-0。こんな風なイメージ。これが一番ちょっとシンプルに説明かなと思います。なんで、ちょっと右手カッティングをやると難しいんですけど、カッティングをなしでやると、
16ビートの手の首振りですからね。これができるようになったら、これはカッティングですね。これカッティングが必要。このカッティングはですね、時間があるときにじっくり取り組んでもらいたいんですけど、このね、カッティングの方法は、さっきのリズムいろいろのところに、16ビートのチャートのところの下の方に行くと、解説動画バッチリしてるんで、このカッティングが分かってくるとまた面白いんで、ちょっと余裕出てきたらこのイントロやってみましょう。もう一回ゆっくりやってみよう。ワン、ツー、スリー、フォー。これ間奏でもね、1回目のサビが終わった後間奏でも出てくるんで、はい、ちょっとここがね今日一番かっこいいかなってことでやってみましょう。こういう感じでですね、曲いろいろ細かく見るといろいろ決めが入ったりとかしてあるんですけど、曲全体のイメージとしては本当ゆったりとこう踊れるファンキーな曲でね、ちょっとこの元気になりそうな感じなんですよね。なんかその可愛らしいっていうか、はい、その感じがねこの演奏で出るとなんかいいかな。もう片思いのねこうピュアな女の子のこの感じがですね、やっぱりこの歌詞がねやっぱねいいですよね。はい、そんな気持ちも込めて、楽しくね9月だから歌ってみましょう。セプテンバー。竹内まりやさんのセプテンバーガズレレ流かっこいいバージョン。ファンキーにやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。からし色のシャツ。丸屋さんのセプテンバーガゼリ流かっこいいバージョンやってみました。これはですね、ほんとファンキーでこうなんかこう踊れるね感じのねニュアンス、その中でこのねあの歌詞の思いがこう歌われていく。いいです、皆さん思いっきりこの9月に歌ってみましょう。すいません、今日最終日でなんか申し訳ないんですけども、はい、やってみましょうね。はい、この音楽の楽しさ周りの方にもぜひお伝えください。このガゼリ流 YouTube チャンネルご活用くださいね。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録などよろしくお願いします。そして今このサービスが、実験で始めようと思ってます。ガズの公開
マンツーマンレッスン、ズームでレッスンするということなんですけど、ちょっと詳細ここに貼っときますんで、ご確認して、ご検討ください。そしていつも使ってるこのガズのわがままウクレレ、ただいま、予約注文、受け付けております。それもホームページの方からぜひご覧いただきたいと思うんですけど、そして今、ここでもう一個、今すでにご予約いただいて注文をしていただいてウクレレの到着を待っている皆様、ベトナムで毎日愛を込めて生み出しております。もう少々お待ちくださいませ。あとね、もうガズレいろんなことやってるんですけど、さっきもご紹介したガズクラブも今ね、500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはね、アプリなんですけど、ガズレレの。こっちも相当ね、いいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール、自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、書いてありますんでね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ、前半に小杖さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのね、ところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね、水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界で一個ずつのオールハンドメイドなんですよ、これ。うちの両親は長野県飯田市っていうところの、私の出身地なんですけど、もうそこでね、40年、50年この水引きに携わってるんでね、これね、ぜひ皆さんこういうのね、ホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック。ここにほら、わかる？ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的な商品で、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。で、これどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですね、こんな感じになってます。中は広くて。で、これ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね、取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたり、カポ入れたりとかできるかなと。で、これはですね、譜面台が入るんですけど、これ別に譜面台じゃなくてもいろんなもん入れられると思います。はい。そしてこれパッと収納すると、もうね、オールブラックなんで、結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはちょっと思われないっていうのもあるし、これ見て、ここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ。これはね、もうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけない、この本たち、はい。これはリットミュージック社から出ているガズのね、教則本とか楽譜、音楽のね、楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせて、なんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね、9万8000部とか、9万9000部近くの、出荷になってるんですよ。これ本当わかりやすくて簡単なんで、はい。ぜひ皆さん、こういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう。音楽聴くより、やる方が楽しい。ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。